今回は新カードではないけど、新カードがゴーストストーンです。コンテンツ城をやり取りする環境やキャラ通りのいい投げ、主将の青松骨を紹介。計略は、時期3で、武力プラス2、効果時間30カウントの主将効果部よ。追加カードは、極端にノーマルが少なく、打ち分けも、最も追加枚数の多い古軍は、キガと剣豪のみと偏り。カードの質も、伊藤定一郎は、汎用計略ながら、先陣が発動して、ようやく入江と並ぶスペック。演術も、先陣発動で、北畑と同じスペック、扱いにくい計略と厳しいカードが多い。強いと感じた、ノーマルカードや魅力的なカードを紹介するコンセプト上です。新カードよりも旧カードながら、今の環境に合ったカードを先に紹介することにしたよ。人たちですね。死んでまだ俺は決止だよ。ここまでやれとは言ってないじゃない。これは無理です。僕ってばダメなの？流派発動。二の肩。嫌な予感。まだいけぬ。まだ俺は一本の波に乗れるのは一人だけだ。行くぜ。撃ちなさい。まったく手がかかる人たちですね。どうぞ。困ったね。死んだふり。バレた。私も一族ちゃんと守ってよね。そうだよ。
てくれ。流派発動。三の方。これは無理です。道案内は必要かな。波乗りだ。二手に分かれて逃げよう。波乗りだ。死んだふりバレたか。さあ勝利を呼び寄せようか。まだいけぬ。時勢を読み波を乗りこなしてこそ今回は2試合やるよ。多い7枚デッキならではの強み。これが俺の全力だ。打ち抜く。試験はさきますよ。死んだふりバレたか。撃ち抜く。撃ち抜くよ。撃ちなさい。撃ちなさい。どうぞ。貴様らはここで必ず仕果たす。行きますよ。大波に乗るぞ。撃ち抜く。流派発動。二の肩。困ったね。撃ちなさい。撃ちなさい。撃ちなさい。行きますよ。道案内は必要か。
きますよ。大波に乗るぞ。貴様らはここで必ず仕果たす。撃ちなさい。撃ちなさい。撃ち抜く。いきますよ。まだ俺は困ったね。邪魔者は一人残らず消そうか。復讐の獣が貴様らの肉を食らい尽くす。流派発動。一の型。流派発動。三の型。この黄金の甲にも覇王の景色を見せてくれるわ。私も一族もちゃんと守ってね。天気解放。どこだ。足が。道案内は必要か。波乗りだ。まだ俺は引きましょう。波乗りだ。たとえ死しても。ここで戦機が来なかったから、お相手の戦機は再起で確定。開くもの負け筋を消すために定本をいつでも狙える距離でずらすよ。忍耐にも限度はある。ご視聴ありがとうございました。